すぐ見逃しちゃうんですよあ、ね。なるほど。合わせただけです。しかし面白いところに飛んでいる。ポトリと落ちた。二塁ランナーは三塁を蹴って帰ってくる。メキシコ再び勝ち越し。そして日本にミスがあるが、どうか。二人目も帰ってきました。メキシコ4対2、日本を突き放します。まあ勝負的にはこれも当てただけになりましたけれど、松坂さん、飛んだコースが良かった、はい、そうですね、飛んだコース良かったんですけど、その後ですよね。その後ですよね。やらなくてもいい点数をやってしまいましたよね、はい。ミスを少なくいくというのは当然日本の、まあ、強みになるわけですが、ここでほころびが出ました。2点目献上してしまったのはこの中田のエラーということになります。